体の一部が進化して将来的に水を浄化するために使われるかもしれません。小さな細菌の話ではなく髪の毛のことなんです。オーストラリアの大学の研究者たちは人間の髪の毛を使って水質を試験できる有機的な高技術デバイスを開発しました。チームは人間の毛髪を処理して炭素を抽出。この炭素を使って飲用水中に望まれない物質が存在するかどうかを試験できるのです。髪の毛を特定の物質を検出するための炭素分子に変換できるなんてすごいですよね。さらに興味深いことに、この物質は髪の色によって異なるんです。例えば黒髪由来の炭素はクロロホルムのような化学物質に対して非常に敏感で、一方金髪由来の炭素は金属に対してより敏感です。自分を可愛く見せる以外で髪を役立てたいと考えているあなた、寄付、いわゆるヘアドネーションがおすすめ。アメリカでは毎年10万件以上のヘアドネーションを受け取っている協会もあるようです。興味があったら髪の毛の条件などを調べてみてください。とりあえず一定の長さが必要となります。ほとんどの団体は20センチメートル未満のヘアドネーションを受け付けていません。また髪の毛は天然である必要があります。つまりブリーチを含む様々な処理を経た髪の毛は不適格。ヘアドネーションで集められた髪はだいたいウィッグに加工され、必要とする人々に寄付されます。髪の毛は他にも様々な方法で社会の役に立っています。素晴らしいことに人間の髪の毛は再生可能な資源。人間が生きている限り髪の毛は伸び続けます。先発をしばらくしなかったら髪の毛がどうなるか誰でも経験済みではないですか。油っぽく束になったりしますが、実際にはそれが本来あるべき姿。頭皮から分泌される油分は髪の毛に大量に吸収されます。そこで科学者たちは非常に素晴らしいアイデアを思いつきました。古い髪の毛を使用して海に流出した油を吸い取ってきれいにしてくれるブランケットを開発したのです。この髪の毛ブランケットは約 500g の髪の毛で 5.6 リットルの油を吸収することが可能です。また人間の髪の毛は先進技術にも利用される可能性があります。将来的にはハイテクガジェットの動力の供給源として使われるかもしれません。ソーラーパネルの製造には高いコストがかかります。ネパールの10代の若者がシリコンの代わりに人間の髪の毛を使用して太陽電池パネルを開発。このアイデアは研究者に絶賛され、今では髪の毛が微小なナノドットに変えられています。これを使えばソーラーパネルをさらに大規模で生産可能で、従来のものより安価で効率的になるでしょう。またこのナノドットが使われるのはソーラーパネルだけではありません。さらに詳しく研究した結果、髪が光を発することが発見されました。例えばスクリーンの照明に役立つかもしれません。時計やスマホのディスプレイはあなたの美しい髪から電力を得られたらすごいですね。従来のどの素材よりも髪は理想的な柔軟性を持っているので、このような端末に最適です。髪の毛は柔軟性があるだけでなく非常に強靭でもあります。いずれ建築や製造に利用できるかもしれません。研究によるとコンクリートに人間の髪を加えると強くて曲げやすくなることが分かっています。また髪の毛は羊毛や綿のように紡績して糸にすることができ、それを使って衣類や毛布や家具などの布製品が作られるかもしれません。これを聞いて気持ち悪いと思わないでください。科学者たちは髪の毛を使って食物を育てる方法を発見しました。ただし直接的にではありません。まず彼らは髪の毛に含まれるケラチンが植物が根をつけるのに理想的であることを見つけました。抵抗力のある植物レタスを選んで研究したところ、水と髪の毛からなる環境で栽培することができました。髪にできることはまだまだあります。例えば11月には男性の健康に関する研究を支援するために多くの人がヒゲを伸ばします。30人のオーストラリア人から始まった11月のこの運動で21カ国で4億5000万ドルが集まっています。髪の毛が家の DIY にも使えるんです。例えば壁をより強化したい場合には髪の毛を漆喰の壁に混ぜ込んでみてください。また髪の毛は害獣、ナメクジ、鹿から庭を守るための忌避剤としても使用できます。庭の隅に置いてみてください。芸術的な気分ですか？芸術家は昔から髪を自分の作品に使っています。ネックレス、音響装置、ブルカ、さらには史上最長の編み込みの記録を作るためにも髪が使われてきました。
また個人の髪の束をブローチにして大切な人を思い出すために身につけていた人もいたようです。記録を打ち立てたいなら三つ編み以外の方法もあります。髪の毛に関する他の記録には鉛筆やアフロコームを何百も髪に折り込んだ記録や一本のポニーテールで車を引いた記録などがあります。また髪は人物を特定するためにも使用可能。エジプトのミイラを研究してきた歴史家たちは古代の支配者を特定するために髪を使ってきました。毛髪に関する面白いトリビアも知りたくないですか？例えば毛髪は主にタンパク質のケラチンでできているのですが、この成分は動物の角、蹄、爪、羽、くちばしにも存在します。髪の毛は柔軟だと先ほど言いましたが、健康な髪の毛は濡れた状態で 30% 伸びます。しかし加熱処理や脱色などで髪の毛に手が加わると髪の毛は傷つき切れやすくなります。海辺での休暇中、髪の毛が早く伸びることに気づいたことはありますか？これは科学的に証明されています。体内の血液循環が増し、特に頭皮で血流が増加するので暖かい気候では髪の毛が早く伸びます。また残念ながら頭皮の内側の髪を除いて髪は全て死んでしまいます。髪の毛はあなた自身よりもあなたの体に詳しいかもしれません。というのも髪が血液中に存在した物質を示すことができるから、よく法医学的な証拠として用いられます。この動画を見ているあなたの髪の色は黒か暗めの色ではないですか？成功だったとしたら、それはこの色が最も一般的な髪の色だから。赤毛が最も珍しく、人口のわずか 1% 程度。金髪は多そうに見えますが、生まれつき髪の色素が薄い人は世界人口のわずか 2% しか占めていません。髪に特定の色を与える物質はメラニンと呼ばれています。老化とともに人間の体は多くの変化を経験し、ほとんどの人の髪はいつしか白髪になるでしょう。その原因は髪の毛の毛包の細胞にあります。これらの細胞は活動を徐々に減速し、色素の生産量が減少します。その結果髪は徐々に灰色っぽくなり、ついには白に変わります。これは自然な老化の過程、最終的には誰にでも起こることです。現代では髪染めの選択肢が豊富で良かったですね。髪の毛がどう生えてくるか説明しますね。髪の毛は皮膚にある小さな毛穴から生えてきます。その毛穴の内部にはケラチンという髪の毛を構成するタンパク質を生産する細胞が含まれた微細な毛球が存在します。毛球には血管も含まれており、成長する髪に栄養を供給。毛球が成長すると古い細胞が押し上げられて毛包から押し出され、毛束が形成されます。このプロセスが続き、新しい細胞が毛包の下の方で生産され、古い細胞は上へと押し出されます。時間とともに毛束は長くなり、最後には皮膚から生えて外に出ます。人によって髪の毛の成長速度は異なりますが、平均的には一月で約 1.2cm 成長します。髪の毛の成長速度は年齢、遺伝、全体的な健康状態など多くの要素の影響を受けます。ちなみに手のひら、足の裏、まぶた、唇、粘膜を除く体のほとんどの部位に髪が生えているんですよ。